ピーバースデーディアアリさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。ちょ、急にそんなこと言われても。こんなサプライズ今までされたことないから。とにかくそのサンキューな。この後は蔵に移動してもらいます。アリサの誕生日パーティーのためにみんなで蔵を飾り付けしたんだよ。おばあちゃんにも協力してもらって。だから最近蔵に行こうとするとばあちゃんに止められたのか。ごちそうもいっぱい用意してあるよ。早く行こう。マジか。なんつうか、そのみんなありがとうよ。照れてる。照れてねえっつーの。